ゴンドラコース白目向いて滑ってますね。白目向いて滑ってますね。白目向いて白目向いて滑ってますね。白目向いて滑ってますよ。こんな感じ。めっちゃ走ります。うわめっちゃ凍ってる。ちょっとめっちゃ走る、めっちゃ走る。危ない、あのスキー危ない、あのスキー危ない、あのこのスキー危ない。怖い。ユアン効いてますね。電池がこれ単三電池なんですよ。まあこれ容量は少ないやつなんですけど、単三機械でもあるんですね。ソーラーパワー電池も充電できる。でまあだいたいこういうのはマックス満充電にはならないと思うんですけど、こういった容量の大きい、あでもこれでも950だ、満充電にはならないと思うんですね。多分 80% とか 70% ぐらいしか充電できないと思うんですけど、でもまあ十分じゃないですかね。電池の充電器としても使えるわけですよ。でしかも今日全然充電できなかったなって時に予備の電池を持ってれば、予備の電池を持ってれば動かすことができるんで、あの太陽だけに頼らずとも使えるわけですね。素晴らしい。で予備の電池も持ってればかなり、あの電池の容量を気にすることなくガンガン使っていいと思いますね。この神秘的な太陽の恩恵を受けないわけにはいきません。本日のご紹介する商品はソーラーパワーで動くこの換気扇です。罰ゲーム、すごいんだけど、リフト降りたら罰ゲームみたいな。土まみれ、小石まみれ、枯葉まみれ、これですよ、これですよ。これぐらいの日差しだともうフル稼働ですね。
電池で動くより強くよく回ります。電池で電池で回すよりよく回ります。これぐらい晴れてる人は電池の方がよく回る。電池で今は電池で動く。結構危ない、結構危ないですね。ここで無理をして怪我でもしたら、元も子もないので、ゆっくり行きましょう。ゆっくり。2000点満点。2000点だよ。1万点。ダメだ。はい、こちらの商品はジェットガンですね。ジェットガン、高圧洗浄スプレーですね。こう板を洗うときにとても重宝します。どうですか、一家に一台いかがですか。すごい超綺麗になった。ものすごい落ちるよ。やだ。何はい、もう拭きたいぐらい。